アビシニアコロブスは、哺乳高霊長目、オナガザルカコロブス属に分類される霊長類。ウガンダ、エチオピア、ガボン、カメルーン、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国北部、赤道ギニア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、南スーダン、ルワンダサン産地はエチオピア。アビシニアは、エチオピアの故障。 体長約45から70センチメートルに成長し、その尾は50から90センチの長さを持つ。体重は5.5から14.5キログラムである。体毛は艶やかな黒と白であり、顔面と電部は白い毛で取り囲まれ、U 字型をしたマント状の白い毛が体の側面と背面を覆っている。尾の末端には白い毛が生えている。幼獣は全身白色である。 花の先端はほとんど口と接している。後足はこの間を飛び跳ねて枝伝いに飛び移るために長く伸び、発達した筋肉を持っている。タコで硬くなった伝部により、苦痛を感じることなしに長時間細い木の枝に座り続けることができる。中高生かつ樹上性であり、低地と高地を含めた熱帯雨林や森林、樹木の生えた草原地帯の木の枝で暮らしている。 虹林や川沿いで最も多く見られる。時折花や小枝、芽、種、若枝を食べることもある。果物は食物の3分の1を占める。群れは通常6から9匹から構成され、1匹以上の成獣のオスを含んでいる。群れの居住区域は約16万平方メートルである。その居住区域内に他の群れにより追い出された際にも永住権が 保障されている、保護地区を持っている。群れ同士が偶然遭遇すると、仕草と声による、自行為が行われ、成獣のオスが夜を徹して行うコーラスにより、群れ同士の距離が保たれる。受胎から出産までの期間は5ヶ月で、20ヶ月に1匹の、割合で新しい子供が生まれる。生まれた幼獣は、約4から6歳で完全に成熟する。 人間に飼育された最高寿命は23歳である。以下の分類、分布はグローブスに従う。グエレザはエチオピアでの故障に由来し、コロブス族やコロブス若全体を指す故障として用いられることもあった。分布域が広域で生息数が多く、絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で森林伐採や農地開発による、 生息地の破壊、毛皮用の狩猟などによる影響が懸念されている。1977年に霊長木谷でワシントン付属下記通に掲載されている。日本ではコロブス属谷で特定動物に指定されている。ありがとうございます。